クラーク像は、ウィリアム・スミス・クラークの像である。北海道大学校内の、ウィリアム・エス・クラーク教像、札幌羊が丘展望台の丘の上のクラークの二つが著名。本記事では、それ以外の像についても記述する。北海道大学のクラーク教像正式名称は、ウィリアム・エス・クラーク教像、WS ・クラーク教像とも略される。北海道大学校内、 中央ローン北西閣に設置されている。初代の像は、田島赤郎の制作で1926年5月14日に混立されたが、太平洋戦争中の1943年6月に金属類回収令によって供出された。現存するのは二代目の像である。田島が1946年に死去した後、田島が制作した石膏原型を使用し、 加藤健究氏の監修で最中像して1948年10月に混流したもの。二代目像は背面に田島の名が刻されているにもかかわらず、加藤が制作した像であると長年にわたって語伝されてきた。札幌芸術の森美術館副館長の吉崎元明は、 現存する、石膏原型を田島が作る過程で撮影された、粘土状態のクラーク像の写真を検討し、現存する二代目像と形状が同じであることから、二代目像の製作者は田島のみをクレジットするのが妥当であると、述べている。札幌羊が丘展望台の前身像、丘の上のクラーク正式名称は、丘の上のクラーク。北海道札幌市と夜開く羊が丘の、 札幌羊が丘展望台に所在。設置以前は単にクラーク像といえば、大正時代から存在する常実の鏡像が有名であり、観光客も多く訪れていたが、大学校内にある鏡像であり、学生の学業に支障をきたしたことから、大学側が北海道大学校内への観光目的での車両の入校を禁止したことを契機とし、また、クラークライド100周年。 アメリカ合衆国建国200周年に合わせて1976年に坂博指導が作成した。右手を上げるポーズは遥か彼方にある永遠の真理を指しており、大地を抱けの思いが込められている。ありがとうございます。